イスマー・イール・パシャは、エジプト、ムハンマド・アリー朝の第五代君主。オスマン帝国のエジプト総督であり、1867年から、不幸であった。イブラヒーム・パシャの次男で、ムハンマド・アリーの孫にあたる。1867年、イスマー・イールは、免花収入で得た、巨額の富を使って、イスタンブールの政府に運動し、ペルシア語で、統治者を意味する。 ヘディーブという称号を獲得する。1869年、スエズ運河が開通。運河の権利を主張し、スエズ運河会社の株式を取得する。首都カイロに、パリに習った、新市街を建設、カイロアレクサンドリア間の鉄道敷設などエジプトの近代化を推し進めた。オペラ、アイーダの依頼主でもある。エジプトを近代化させる一方、多額の負債を抱えて、 オスマンん債務管理局の設置を許した。在位中に述べた言葉として、我が国はもはやアフリカではなく、ヨーロッパの一部である。我々が以前の方法を取りやめ、社会的状況に適している新しい制度を取り入れることは、すなわち自然なことである。というものがある。制度、技術は国益にかなうものであったが、それらの採用に伴う、国上流出と、 財政破綻はさすがに不本意であった。1875年、財政悪化に伴い、スウェズ運河会社の株式を売却。ベンジャミン・ディズレイリ政権下のイギリスが、スウェズ運河会社の株式を買収し、これが1882年のイギリスのスウェズ、運河軍事占領、1919年のエジプトの保護国化のきっかけとなる。ありがとうございます。